えいうことなんですけども、あのこちらにご参加いただき、えー、ありがとうございます。えー、まずあのすみません、今回、えー、初めてこのイクシャートオクスというウェビナーを、えー、実施いたしますけれども、えー、まあなか言い訳で恐縮ですけど不慣れなところがあり、えー、もしかしたら何かこうあの不該等あるかもしれません。その時はあの本当に誠に申し訳ございません。えー あのできるだけその、えー、まあ何てうか届りなく進めるように頑張ります。えー、そしての最初あとイクシアトークスまあ、これどんなものかというものを簡単にあのご説明させていただきたいと思います。イ、え、ク、ー、シアトークスはですねイクシアソフト株式会社が主催するウェビナーでございます。えー、毎回テクニカルドキュメント制作に関連した あの皆様にこうご興味を持っていただけるような、まあ、そんなテーマで、えー、ゲストスピーカーをお招きして今後発表してまいりたいと、えー、考えております。えー、今回は、えー、まず第1回目ということでですね、まあ、誠に僭越ではございますけれどもあの私村田がお話をさせていただきます。えー、皆様への,あのご案内ではあの、まあ、終了時間、えー、正午と というところになっておりますけれども、まあ,あのオンラインで、えー、ま本日は私一人というところのあの内容となっておりますので、えー、ま本日のところは概ねまあ30分程度のえ内容になるかと思います。えー、よろしくお願いいたします。えー、そしてあの次回以降、えー、まだあの細かなえ内容についてはまたこれからあの え決定して皆様にまたご案内させていただきますけれどもあの弊社エクシアソフト株式会社に限らずでさまざまな方々にお話をいただく、まあ、そんなあの内容を計画してございますのでぜひ、えー、ともご期待ください。えー、それでは今回のテーマウィズ・コロナアフターコロナ時代に必要なドキュメント制作作業フロー について、えー、お話をさせていただきたいと思いますけど、すいません。まず、ちょっとその前に簡単ではございますけども、あの、まあ、私がどんな男かと、いうところ、まあ、略歴について、えー、それからあと、弊社について、えー、簡単にご説明させてください。えー、まあ、私、あの、都内の大学卒業後、あの、某大学、え、いう。 つまりあまり胸を張ってなられる大学ではないというところはバレてしまうんですけれども、まあ、いずれにしましてもその、まあ、法学部を出身なんですけれども、卒業後に、えー、ソフトウェアハウスに入社いたしまして、えー、約4年間あの、プログラマーとしてですね、えー、大手、日本の大手企業向けのシステム開発というところに、えー、携わっておりました。えー、1989年、まあ、ちょうど平成元年になりますけれども、 えー、日本ヒューレット・パーカード、まあ、現あの、ヒューレット・パーカードエンタープライズというふうになりましたけれども、こちらに、えー、入社いたしまして、まあ、SE を経て、えー、システムコンサルタントという肩書きで大手企業向けに、まあ、当時のオープンシステムというふうによく言われてましたけれども、えー、ユニックスベースの、えー、システム導入、まあ、こちらに、えー、携わっておりました。でまあ、そこからの、まあ 1997年です、ね、からあの、まあ、ソフトウェアの、えー、世界にこう、まあ、どっぷりと使っていくわけなんですけれども、えー、当初その、まあ、アメリカティブコ社というところにいましたし、まあ、そこがあのいろいろ、えー、合併、九州合併等で、えー、ありまして、まあ、そのあのピープルソフトという会社、まあ、これ、現オラク。 ですねえー、それからのその後、ファイルネットという会社、これ現 i B、えー、それからのコンピューターアソシエイツ、まあ、今、CA テクノロジーズという名前になっています、それからのクエストソフトウェアと、まあまあ、あの米国に本社を置く、まあ、ソフトウェア会社、えー、日本法人において、まあ、技術部門の,あのチームマネージメントを、えー、行ってました、でそうなくてあの製品、それからあの、まあ、ソフトウェア製品ですね。 えー、それからあと、そのマニュアルの日本語化というところに、まあ、携わっており、えーまあ、現在のその、えー、業務の、まあ、ちょっと粋づ税みたいなものが、その当時に少しあったかなというふうに思っています、えー。そして2008年にですね、えーまあ、現時点、その弊社、駅舎ソフトの教本になりますけれども、SDL ジャパンに入社いたしまして、えー、そのとき d ディタと出会い。 えー、その将来性を、えー、見出しましたでまで、あ、そこからそのどっぷりとこの、えー、テクニカル、えー、ドキュメンテーションの世界というところにこう入ってまあほぼ12年ぐらいに、まあ、途中ちょっとこう一1年ちょっとお休みしてるときもあったんですけども、あのー、まあ12年余り、えー、この業界というところに、えー、で働かせていただいております。 で2014年の5月ですけども、SDL ジャパンを退社いたしまして、エクシャソフトの CMS、これはその日本市場に販売するために営業活動し、2017年の1月、エクシャソフト株式会社を設立して、その代表取締役という形で現在に至っております。 えー、イクシアソフトについてなんですけれども、まあ、会社概要を簡単にご紹介させてください。えー、イクシアソフト株式会社は、えー、先ほど申し上げましたけれども、えー、2017年1月に、えー、設立いたしました、そのモントリオールに本社を持つ、クシアソフトテクノロジーズインクの100%子会社でございます。えー、主な製品は 国際企画であるリタに準拠しましたマニュアル制作を支援するコンテンツ管理システムです業界の中ではコンポーネントコンテンツ管理システムというふうに申しておりますけれどもこちらを販売しております DITA の世界におきましてはですね本社モントリオールおよび日本においてリタ普及におけるテクノロジーリーダーとして我々自負しておりますモントリオール本社におきましては オアシス団体の所属する数名のメンバーがおりまして、このメンバーが d i タ a 企画の決定に貢献しております。一方、また日本におきましてはですね、大変僭越ではございますけれども、私、村田はディターコンソーシアムジャパンの理事メンバーとして、日本市場における d i t 普及のために、現在も活動をつけさせていただいております。 えー、こちらの一例になりますけれども、弊社のお客様でございます、えー、グローバルで活躍している非常に多くのお客様にご利用いただいております。えー、日本国外におきましてはです、ね、AMD、えー、様、AM、まあ、様等の、えー、半導体業界にはあの非常に多くの実績がございます。 それから、後ほどちょっとご紹介しますけどトレーサビリティ、これは非常に高いシステムを提供しておりますところから、医療機器メーカーにも多くご利用いただいております。その他には、SAP 様、これは弊社最大のユーザー様になりますけれども、SAP 社様であったり、ソリッドワークス社様といったところのソフトウェア業界。あと 1> こ,こ1、年の中でお客様になっていただいたマスターカードさん、ファイナンシャルのところでもご利用いただいております。日本国内におきましてですけれども、現在、こちらにございます5社の方々にご利用いただいておりますありがとうございます。 こちらに加えましてです、ね、あの現在、えー、某自動車メーカー様において、えー、弊社製品の導入プロジェクトが進行中というところでございます。はいえー、さて、あのまあ、少々前置きが長くなりましたけれども、えー、これよりウィズコロナ、アフターコロナ時代に必要なドキュメント制作業務フローと題しまして、えー、お話をさせていただきます。えー、本日 あの本ウェビナーをお聞きの皆様の中で現在もご自宅からアクセスされている方々も多いんじゃないかというふうに思います2020年に入った当初ま今年入った当初ですねまさかこの新型コロナウイルスが発生してパンデミックを起こして えー、もうその仕事、生活、日々の生活に多大な影響を及ぼすことになるとはもう本当に誰も想像できなかったかと思います。えー、もうこれあの2011年3月のですね東日本大震災の時も、えー、大変大きなインパクトありましたけれども、えー、まあこの時はあの、まあ、主にその東京もそうでした、東日本を中心に影響を受けておりましたけれども、えー、今回はそのこのパンデミックで。 全世界が影響を受けるという、もうまさに未曾有の状況でいうことはもう、その言うまでもないと、皆さんもそのご体形中ということでございます。まあ、そのような中におきましてですね、その人と人との距離を置いて、その三密を避けるということがまあ求められ、ひいたその出勤することすらえ制限されてで、もちろん業務にもよりますけれども、 在宅勤務を余儀なくされていらっしゃる方々があの多くいらっしゃるかと思います。あの私どものお客様でもやはりその、えー、自宅在宅勤務ということで、まあ、昨今そのミーティングを実施するということになりますともオンラインということで、えー、まあ、やはりその皆様も相当その仕事の環境というものが、えー、変わってきているのではないかと思います。まあ、そういう中であのまあ、やはりそのズーム であったり、そのマイクロソフト、えー Microsoft、Teams 等を使って、まああのー、オンラインミーティング、こう当たり前のようにですね、えー、されるようになってきたかと思います。まあ、そういう意味ではその、これまでに比べて、えーまあ、純粋その、えー、IT、これを使うことがさらに多くなってきたかと思います。まあ、一方ではその、相変わらずその出勤を余儀なくされている ホワイトカラーの方々も多いと報道されています。まあ、その理由は紙文化であったり、ハンコ文化からその脱却できないことが主なその要因として、えー、挙げられております。まあ、あの実は私の妻は都庁に勤務しておるんですけども、えーまあ、まさにその会話な理由からですね。毎日その三密の電車に揺られながらせっせと通勤しており、まあ、その三密を回避。これを訴えてる。 ああの小池都知事の膝元でま,あまさにその東大元暮らしというような状況があの続いているというちょっと皮肉なえ話でございます <laughs> あのちょっとあの話がそれてしまいましたけれどもその新型コロナウイルスの影響でえその IT による解決まあこれをその早急に行わなければならないと。 えー、気づかかされた方々も、えー、多いいと思います、まあ、あの皆様、本日のあの,、えー、のウェビナーにご参加されている方々はその、まあ、常日頃、IT を使われていらっしゃるということですので、えー、あまりこういうことには合致、まあ、しないかもしれませんけれどもやはり、えー、日本国内、まあ、多くの方々がその IT による解決を 学級というふうに考え,て考えるようになったのではないかと思います。であとその、まあ、実際にその IT を使っていたはずだというふうに思っている方々も、まあ、多いかと思うんですけれども、まあ、やはりあの私もいろいろ海外へ行く中で,です、ね、まあ、欧米と比べますと、日本はまだまだその IT 更新国であるなというふうにまあ気づかされるところもありました。で今回のところでもまあその神文化 韓国文化、特に韓国文化、等々で、その、欧米に比べて、まだまだ、遅れているんじゃないかと、いうところ、が、まあ、えー、顕著に現れてきたと、いうことになるかと思います。まあ、どれだけ、この、欧米と比べて、IT に、遅れを取っているか、ということにつきましては、ですね、また、別の機会に、でも、お話しさせて、いただこうと。 というふうに思っておりますので、まあ、本日はそのドキュメント制作現場に、えー、フォーカスを絞ってまいりたいと思います。えー、ということでその、まあ、皆さん、IT をどう活用しているのか、えー、IT 化されているから、まあ、その全く問題ない、大丈夫、えー、在宅勤務になってもうまく回っているというふうに、まあ、あの自信を持っているのかどうかと。 いうところで、まあ、ちょっとここからですね、えー、実際に皆さんの,その IT 現場において、ドキュメント制作、ごめんなさい、ドキュメント制作現場において IT がどういうふうに活用されているかというのをまあちょっと検証してみたいと思います。あのー すでに、えー、私ども、弊社の,その、まあ、お客様に限ってはまた、えー、ちょっと違う話になってくるかもしれませんけども、まあ、こんなあのメッセージだということで、えー、弊社、お客様の方には、えー、お聞きいただければと思います。でまずあの、ライティングというところに交換しますと、まあえー、CMS を使ってないような場合、えー、主にそのワードだったり、 アド,ビのアドビさんの,そのフレームメーカー等を使ってマニュアルを制作されている方も多いかと思います。でそして、それを Windows のファイルシステムでこう管理していくというところ。まあ、つまりですね、まあ、おそらくそのお 100%この時代に手書きでドキュメント制作を行っている企業というのはもうのないでしょうというところですね。で、まあ、そのことから、ライティングにおきましては、まあ、もちろんその IT 化ができているので、こういったウィズコロナ、アフターコロナという時代でも、おおね問題なく、そのライティングというタスクは、まあ、場所を選ばずに仕事をするということが可能だといえます。 まあしかしながら、そのファイル管理というところを考えたときに、どうなんでしょうか。まあ、誰かがその誤って、こう、のライターさんがですね、修正した内容をなんか戻しちゃったり、違う形に修正したりとか、いわゆるそのまあ先祖返りのような状態になってしまうということはないでしょうかということですね。それからまた誤ってそのファイルを消してしまったり、 えー、あとはその、まあ、バージョン管理をしていくということが、まあ、必要になってきますけれども、そういったバージョン管理をするのに、ファイル名の命名ルールを決めて、それに沿ってファイル名を付けて保存したり等々、まあ、そんな、あのー、実は手作業に頼っている部分というのは、意外と多いんじゃないでしょうかというふうには思います。まあ、とはいえ、在宅勤務において、その作業が滞るというような、まあ、致命的な問題でないと。 とといいうことは確かだと思います、えー、じゃあ次はどうでしょう、そのレビューのプロセスですね。えー、実際のドキュメント制作現場において、まあ、意外とこの厄介なのはこのレビュープロセスです。えー、このプロセスにおいて、まあ、本当に IT 化が進んでいるというふうに感じていらっしゃるでしょうかということで、ま,あ、またこれも検証してみたいと思います。 えまあ先ほどのように、ワードアイフレームメーカーで作成したものを、一般的には PDF 化して、で、この PDF 化したものを、作読者にこうファイルにして、その,まああのファイルをですね、配布するとえいうことかと思いますま。そのファイルを配布した後に、今度は作読者は PDF に対して、 えーまあ、手書きして、えー、赤入れをしているケースっていうのはまだまだあるというふうに聞いております。まあ、もちろんそのアノテーション機能を使ってその電子的にです、ね、コメントを入れているケースというのもただあるようですけれども、ま,あ、まだまだその紙を使っているというところも多いということのようです。た、まあまあ、ただそのアノテーションを使った場合でも えー、そうなんですけれども、その査読者がこう複数いた場合に、ですね、えー、この査読者さん、査読者間ですね、レビューワー間、えー、のその意見を食い違った場合とか、えー、いうものを、これ、どういうタイミングでこう意見をまとめていくのかというところ、これ、結構あの面倒な話になってるんじゃないかと思うんですね。 でまあ、もしその印刷したものがその回覧されていたら、当然その、えー、コンテンツのオーナー,、えー、ファイルのオーナー、最終的にその、えー、まとめなければならないというような役割の人はそれ延々とこう待たなきゃならないですし、もしその担当作者の一人,、まあ、人がです、ねえー、病気なので休暇を取ったような、まあ、そんなようなあの状況があったかようなときには、もうちょっともう大変なことになるでしょうと。 ということですねで、まあ、最終的にその戻ってきたものに関して、編集責任者はすべての査の読者のコメントをまあ一つ一つこうページをめくりながら確認しなければならないとか、あるいはミーィングを行って、ですねで全員の要請を行っているという、まあ、そんなようなことも。 えー、あるかと思うんですけれども、まあ、こういう環境があるとすると、まあ、言わずも、ね、その在宅勤務を強いられていた場合にはもうここからもう全然その先に進まないというところになってしまうわけですよね。まあ、つまりその、まあ、せっかく PDF 化するところまでは、えーまあ、IT がこう,うまく活用されて、えー、作業が進んでいたんですけれども、まあ、その紙になった瞬間に IT 化の夢というのはもうそかなくも切り去ってしまうと。 いいいいうううこことととが言えるんじゃなででしょうかというところでございます、まあ、もしかしたらの、こんな最新のテクノロジーを使って、えー、いうケースもあるかもしれませんけど、まあ、さすがにないでしょうかね。すいません。まあ、ちょっとこれはの冗談でございました。でまあ、冗談はさておきなんですけれども、 あのいずれにいたしましても、まあ、ここで申し上げたいのは、レビューというプロセス、えー、これはその思ったよりその手作業で進められていて、えー、ドキュメント制作フローにおいて、まあ、最も時間的にそのブレーキがかかるパートといっても、えー、過言ではないかというところでございます。えー、で、次、進捗管理ですね。あのー まあ、例えばあ進捗、まあ、各担当者がどういう形で、えー、進捗を報告しているかというところ、まあ、例えば電子メールを使っているとか、ね、かその共有フォルダにあるエクセルシートを使って各自アップデートをしているとか、まあ他にはその、まあ、ウィークリーのミーティングで全員が顔を付き合わせて、えー、報告しているというケースも。 あるかもしれないですね、まあ、いずれにしてもそのこのプロセスにおいて、えーまあ、こういう形でやっているとしたならばこれ IT 化が進んでいるかということになります。まあ、確かにその Excel というのはですね IT 分野におけるその一つのツールと言えるのはこれは確かです。まあ、しかしながらその Excel に入力すること自体これは結構 結果的にその全て手入力ということになってきてしまうわけですね。これはまあ決してその IT 化されているというふうな言い難いんではないかなというところがあの言えるかと思います。クリックが遅くなりました。はいえー、ではというところで、その ウィズコロナ、アフターコロナ時代に求められるそのドキュメント制作ワークフロー、えーまあ、これどういったものがあの必要なのかというところをちょっと簡単に、えー、まとめているのがこのページになります。えー、ここにはその4つの要素というものを取り上げております。まず1つ目、えー、これはのコラボレーションですね。えーまあ、これはその共通のプラットフォーム上で ドキュメント制作に関わるすべてのチームメンバーが行う,うコミュニケーション、まあ、これのすべての情報を、えー、共有してで、かつその情報を記録することになります。まあ、あの昨今では、新型コロナ禍によってです、ね、ズ、えームであったり、スカイプであったり、マイクロソフトティーム s 等々の、まあえー、ツールを使ってオンラインで、えー、ミーティングをすると。 いうことがまあ大変ポピュラーになってまいりました。えー、それからあと LINE ですとか、あとまあ s l a c 等を使ったですね、えー、チャットツールというのもまあ業務に使われていることかと思います。えー、ただあのここで私が申し上げているそのコラボレーションというのはその声であったり、そのテキストといったもののえ会話に限らずですね。 まあ、ポイントとしては、そのドキュメント制作フローに直接、えー、ひも付いたあらゆる情報というものを、えー、共有して、でそれを、えー、リアルタイムに、えー、チームメンバーが、あのー、見ることができる、知ることができる、まあ、こういうところが、あのー、このコラボレーションのポイントとなってまいります。えー、次に、えー、ワークフローです。 えーまあ、通常、その問題では、査読者、レビューはーですね、あるいは、あのー、よく言われている、エースさんのセクトを与えられる、いわば、執筆者ではなく、専門を持つ担当者に、えー、レビューだったり、修正だったりを、あのー、タスクとしてこう依頼することが、えー、あるかと思います。で、そういう、まあ、タスクがですね、 現在、まあ、どういったステータスにいるかということを、まあ、きちんと管理して、でこれをあの可視化すると。で、えー、一方であの、承認者がいらっしゃるかと思うんですけれども、その承認者はこれを電子的に承認していく、まあ、こういうその仕組みが、えー、ワークフロー機能というもので、まあ、実現できるようになっています。 もちろん、承認のためのハンコなんていうものはいりません。えー、あらかじめその定義されたすべてのタスクがです、ね、いつ誰が承認したかというものが、そのデータベース上に記録されるので、その、えー、まあハンコなんていうようなものはまあ一切必要ないということになります。えー、それから3つ目、これ、セキュリティになります。ネットワーーークですとかサーバーですすととかかサバ セキュリティというものがありますけれども、これ以外にです、ね、何かその不足の事態が起こった際、いつ、誰がどのファイルにアクセスして、どんな修正を行ったのかということは、まあ、これ、トラッキングされる必要があるかと考えます。えー、まあつまり、このような履歴の情報ですね、これがそのシステム上で管理されていることというのが結構重要で、でこの履歴は必ず残りますよということをユーザーが。 認識することで、ドキュメント制作時において何かこう不正情報を漏洩させたりとかいうことをまあ、未然に不正ことができるようになるのではないかと考えます。で、ちょっとこのセキュリティとは若干離れますけれども、そのこのトラッキング機能というものはですね。 えー、ドキュメント制作の取り入れて、過去、えー、につながるから、えー、入れられる。そのまあ、これ政府とか,から求められるその安全上の基準に対して、故、え、障、ー、するということにもつながって、えー、まいります。えー、そして、四つ目の要素、これはの最後、コンテンツ管理。えー、ドキュメント制作に必要なすべてのファイルを一元管理。 えー、さらには、えー、コンテンツ管理システムというのは、えー、先に挙げたその3つの要素を実現することに加えてです、ね、バージョン管理、まあ、差分管理等々、えー、ととそのドキュメント制作において必要な機能というものをすべて網羅しております。 これによってドキュメント制作における生産性が向上し、ドキュメント制作の時間短縮にもつながる、制作コストということの削減にもつながり、まあ、引いてはドキュメント品質の向上につながると言われております。 えーまあ、いずれにしましても、そのこの4つの要素、えー、これが、えー、満たされていることによって、えー、ドキュメント制作に関わるすべてのメンバーは、えー、場所に、えーまあ、問わず、場所を選ばず、えー、作業を進めることが可能になってまいります。えー、で、それぞれ、まあ、ちょっと、えー、少しずつ掘り下げていきたいと思います。 えー、まずはコラボレーションです。えー、こちらはですね、はい、すみません。えーまあ、少々、弊社の製品の宣伝というふうになってしまいますけれども、あの弊社の製品、イクシアソフト CCMS が提供するウェブインターフェースの実例となっております。 えーまあ、これ以外にも、まあ、つまり弊社の製品以外にも、様々な手段でレビューをオンラインで行って、コラボレーションできるツールがあると思います。まあ、例えば、PDF におけるそのアノテーション機能だったり、ワードのコメント機能だったりというものも、その一つになるかと思います。まあ、しかしなそのコラボレーションに求められるものというのは、まず、えー、コンテンツの、その、 まあドキュメントに対するですねその追加、修正、これが直感的に行われるそのユーザーインターフェースを有しているかどうかというところですね。 ままずははこれは重要ななポイントになるかと思います新たなその環境を導入すると、その使い方がこう複雑であったりしますとです、ね、どうしてもそのトレーニングにその時間とコストがかかってしまいます。そうしますと、エキスパート以外のユーザーの方々においてはです、ね、まあ、せっかく導入したとしても、ユーザーがついてこないということも起こりてしまいます。 まあつまり、よってですね、その、職家的に <laughs> あの、ごめんなさい。えー、まあそのシステムが使えること、これ、極めて重要なポイントになってまいります。えー、次にですね <laughs>、修正履歴。これがあのきちんと記録されて、その情報が失われないことになります。えー、そして、変更点に対して、コンテンツオーナーが オンンライでで承認できることになります、まあ、繰り返しになってしまいますけれども、その昨今、えー、在宅勤務がその奨励される中で、えー、これまで通りの通,通勤を余儀なくされる方々の多くというのはやはりその、えー、経理部門代表されるような、犯、えー、行を使用した業務を回しているタスクだというふうに聞いております。<laughs> えーまあ、ドキュメント制作フローにおきましては、 犯行を使わずにそのメールシステムを使って、えー、証人のエビデンスを取ることも、えー、可能でしょうと、えーまあ、しかしながらです、ね、何かその不測の事態が発生した場合にメールシステムに存在するその膨大にな量のメールの中からです、ね、対象となるものを検索、見つけ出していくといはこれはやはり非合理的かと思います、えー、そして不測の事態において、えーまあ、一刻も早い対応が求められると。 ということになっている中で、まあ、そのようなものをこう、そのような作業を、ね、行うというのは、やはり、えーまあ、あまり好ましくないということになりますので、やはり専門のシステムにて管理されるべきであると考えます。えー、引き続き、弊社が提供する製品を例にとって掘り下げてみたいと思うんですけども、これはあのー。 ユーザーが、えー、ログインした際に、えー、出てくる、まあ、最初の画面でございまして、えー、ここを見ますと、まず自分にそのどんなタスクが割り当てられているのかというのが確認できるようになっています。で、えーまあ、現在、この中でですねあの、タスクは1つしか割り当てられておりませんけれども、えー、複数のものがあれば、その中から優先度の高いものを選択して、でその作業、つまりはそのレビューだったり、 編集だったりということに取り掛かることができるようになっています。でこちらは、あの、まあ、読者ですね、レビューアーが使用する画面になりますけども、えー、先のページでもお伝えしましたが、まあ、ユーザーインターフェースが直感的に使えるものでなければ、えー、なりません。で、コメントを入れたい対象テキストを、まあ、選択してですね、 えー、そして、そこにコメントを入れるだけになりますので、まあ、複雑な手順ではないということになります。で、またあの、他の査読者がですね、えー、作成したコメント、これはリアルタイムに確認できなければならないですね。えーまあ、これによってその、まあ、あいつはこう言ってるけど、私はこう思も、まあ、そういうのをきちんとまあそのときに解決できるようになってまいります。 このシステム、まあ、弊社のシステムではですね、えー、コメントを入れた瞬間に、その他,他の査、えー、読者からも、えー、見える環境になっております。えー、それから、えー、重要なものとしては、えー、過去の修正内容、おこれもそのトラッキングできるような形になっています。どののののよううなな経緯でで現現在の文章表現になったのかというのを知る上で あの非常に重要なものになってまいります。次にワークフローについてお話しさせていただきます。こちらは進捗状況をああ可視化できるうーまあ前提としてその各タスクが現在どの時点に位置しているのかというものを えー、つまり今現在編集中なのかレビュー中なのかまたまたレビュー後に改めて編集しているのかすでに承認されてつまりは執筆完了して翻訳に回っているかなどなど、まあ、そういった進捗状況ですね。 そこでその一般的にコンテンツ管理システムにおいては、ワークフローというものが不可欠なものとして、機能をが存在しております。こちらのスクリーンショットもですね弊社の製品のものとなりますけれども、ドキュメントの執筆が終わった段階で、次にレビューに回すのか、あるいは承認に回すのか、あるいは翻訳に回すのかといったですね、 次の業務、これを定義すると、同時にです、ね、担当者にこのタスクを渡したタイミングでシステムがメールを自動的にその担当者に送るということができるようになっています。それと同時に対象ファイルの進捗状況を記録して、プロジェクト管理者の画面上ではその進捗状況を見せることも可能になっています。 また、ワークフローで重要なのは承認です。承認者をあらかじめ設定して、ワークフロー機能に定義されたタイミングで、承認者は承認の可否を行うという形になります。ちなみに、弊社製品ではです、ね、その承認者が複数いる場合、3つのパターンを定義できるようになっています。まず1つ目は 承認者全員が承認しない限り承認とみなされないもの2つ目は多数決によって定義した人数以上の承認があれば承認とみなすそして3つ目は1人でも承認すれば承認とみなすこういうフレキシビリティを持っておりますご参考までご紹介いたします えー、こちらはですね、ディタならでのお話になるかもしれないんですけれども、ディタでは、えー、ドキュメントを作成する場合、まあ、コンポーネントベースで、えー、各進捗状況を、えー、確認、把握することが可能になってまいります。えー、これはディタの特徴としてです、ねえー、ドキュメントの各パートを部品化して、えー、進めていくというところにあるからです。 ワークフロー機能がございますとです、ね、結果的に、まあ、このようにそのステータス情報を見ることで、えー、各ファイルの住み具合というものが今、どのステージにあるか容易に確認することが、えー、可能になってまいります。えー、またあの、こういったあのパイチャートによって、えー、全体の進捗状況を一目で確認することができるような、まあ、そういうあの、えー、環境をしているものもございます。 サンプルでございます <laughs> まあこれによって、えー、管理者はですね、えー、プロジェクト管理者は遅れ気味の、えー、パートにその支援者をアサインするとかですね、農、まああのー、機を守るためのを策を出ることも可能になってまいります。えー、次に、セキュリティに関してなります。 えーまあ、ここでのセキュリティというのは主にそのトラッキングについて述べたいと思っています。トラッキングは主に修正利用をあ履歴ですね、修正履歴を指す場合が多いんですけれども、この側面から見た場合、もちろんそのワードですとかフレームメーカーでもその履歴は持,つ持っているということだと思います。 えー、しかしながらその、まあ、セキュリティ面からこう考えたときにです、ね、た、えと、ー、えそれがあの故意でなかったとしても、ファイルそのものが削除されちゃった場合には、もうどうにもならないということになります。<laughs> えー、そのために、ドキュメント制作を支援するシステムとしましては、ですね、えー、まずこのトラッキングというものがその違った形で、えー、サポートされているということが必要になってまいります。 先にもご説明いたしましたけれども、何かその不測の事態が発生したというとき、いつ誰がどのファイルにアクセスして、どんな修正を行ったのか、こういうトラッキング、つまりは追跡ができなければなりません。本来、トラッキングはですね当該ファイルを修正した経緯というものを確認することで用いられるんですけれども、一方ではファイルに対するアクセス履歴、 これがシステム上で管理されていることを各ユーザーに認識させることで、ユーザーが不正情報漏えいさせてしまうということを、事前に防ぐということにもつながっていくのではないかと思います。えー、まあもちろん、これではそのセキュリティというところの面を見たときに、完全であるとは言えないんですけれども、えー、まあ情報漏えいの半分以上は、 外部からの不正アクセスではなく、内部からと言われていますので、そのさらなるそのセキュリティーを <laughs> まあ検討することは、もちろんえ必要になってえくるかとは思いますま。ただし、これ以外の,そのセキュリティの強化ということになりますと、あ,あとはユーザビリティの低下とか、コストの上昇といったものとのトレードオフになるということになりますので、そこはその予算等々のえ兼ね合いということになってくるかと思います。 えー、加えてこのトラッキング機能については、ですね、まあ、先にもあのお伝えしましたけれども、えー、セキュリティ以外にもドキュメント制作におけるトレーサビリティの確保につ、え、な、ー、がっていきます。えー、これを言って、ですね、まあ、これ、欧米の事例になるんですけれども、えー、医療機器メーカーが政府から求められる安全上の基準に対して、えー、保証するということにもつ、え、な、ー、がってまいります。 えー、こちらの画面にあるように、すべての,その変更履歴、えー、つまり誰が、えー、いつ、どのような修正を加えたのかということを記録しておくことで、不足の事態が起こった場合に対処できるようになります。また、仮にファイルを削除をしてしまったという場合でも、誰がいつ、どのファイルを削除したのかがすべて履歴として残ります。 で、さらにその削除されたファイルであっても、これを復活させることも可能になっております。このような仕組みというものは、やはり不可欠であると言えるのではないでしょうか。そして最後に、ウィズコロナ、アフターコロナ時代のドキュメント制作に必要な統合管理プラットフォームとして、コンテンツ管理システムを挙げたいと思います。 コンテンツ管理システムはマニュアルの制作基盤であり場所を選ばずにドキュメント制作を進めるための必須環境となってまいりますコンテンツ管理システム求められる機能というのは主に執筆環境レビューそれからコラボレーション環境ですね多言語のドキュメント管理出力管理ワークフローなどが挙げられます こちら、ご参考までに弊社製品である i クシアソフト CCMS のアーキテクチャ概要をご紹介させていただきます。本製品はです、ね、国際規格であるリタ t に100%準拠したマニュアル制作に特化したコンテンツ管理システムとなっております。ユーザーインターフェース、これは役割に応じてデスクトップクライアント あるいはですね、ウェブクライアントと、このいずれかを選択していただくことになります。ウェブクライアントはですね、本日、これまでの中でご紹介したような直感的に使える極めてユーザーフレンドリーなインターフェースになっております。 一方、デスクトップクライアントにつきましては、アドバンストユーザー、管理者ユーザーという、いわば上級者向けのユーザーインターフェースあ、ごめんなさい、環境となっておりますので、ユーザーインターフェースは少々複雑なものになっております。その代わりに極めて高度な操作が可能になっているというのがこちらになります。また えー、多言語に翻訳したドキュメントを管理するように設計されていますので、えー、翻訳プロセスにおきましては外部の翻訳管理システムとインテグレーションをして運用することも、えー、可能になっております。まあ、つまりは、Xia、えー、ソフト CCM 製を使って ソースドキュメントを作成し、その後、翻訳に回すわけなんですけれども、翻訳管理システムを使用しない場合というのは、単にそのこちらから翻訳パッケージをエクスポートして、翻訳完了後にまたこれを翻訳済みパッケージをインポートするという流れになるんですけれども、こういった翻訳管理システムを使うとなった場合には、そのワークフローにおいてですね、 まあこちらからか自動的に翻訳対象のものをこちらに出力して渡してそれでこちらの中で翻訳作業が完了すると自動的にこちらにこう取り込まれるような、まあ、そういうあの自動化というものが実現できるようになってきます。 次に出力に関してのところをちょっと簡単にご説明いたしますけれどもこちらのトラディショナルパブリッシングいえば PDF だったり HTML だったり WebHelp だったりという出力これがワンクリックでできるような環境を提供しておりますですのでパブリッシュまでの時間というものを大幅に短縮することができるようになっております あとこちら、ダイナミックデリバリー、これ、ドキュメントのエンドユーザーが心から多分望んでいる、極めて検索性の高いシステムといえます、ダイナミックデリバリーですね、これとそのインテグレーションも容易に行えるようになっております。 まこのダイナミックデリバリーにつきましては、昨今、欧米においてはですね、CMS 導入と同時に、もうこれ、デフォルトでこ,うこれも一緒にやっていこうというプロジェクトがえ進められておりまして、これはまああの今後、日本においても、流行るというよりは、この必要性というものがえ認識されるようなものになっていくんではないかというふうに思っております。 あの今回はですね、まあ、弊社、クシアソフト株式会社代表であるあの私がプレゼンを行っておりますので、えー、弊社製品を中心にご紹介しておりますけれども、まあ、このウィズコロナ、アフターコロナ時代においては、ですねべてのドキュメント制作に携わる方々が自宅からでもその業務を遂行できる環境を持つという、まあ、その弊社製品に限らずですけども、あのそういう環境を持っていくというのが、あの まあ、おすすめしたいというふうに思っております。えー、最後に、えー、これまでお話ししました内容をまとめさせていただきます。まあ、1つ目、えー、IT 以下によるコラボレーション機能は、えー、ウィズコロナ、アフターコロナ時代には必須で、えー、ございますと、えーで。2つ目、えー、タスクの流れや進行を管理して、えー、プラットフォーム上で、えー、電子承認を行うには ワーークフロー機能が必要ですとで3つ目、いつ誰がどのファイルにアクセスしてどう修正したのかをトラッキングするセキュリティ機能というものが必要ですとで。最後に、コンテンツ管理システムを導入することで、上記すべてを容易に実現することができるようになりますので、 結果、えー、このコンテンツ管理システムがウィズコロナアフターコロナ時代に必要なドキュメント制作フローを、えー、実現する、まあ、この必須アイテムであるというふうに、えー、言えるということをあのお伝えしたいと思います、えー、すいません当初30分というふうに言っておきながらですね実際には45分を、まあ、過ぎてしまったという ことにあの恐縮でございますけれども、えー、最後まで、えー、ご清聴いただき誠にありがとうございました。えー、ご質問、えー、ご意見のある方、えー、まあ、ちょっとこの公開の場というところもあのー、考えておりましたけれども、えー、なかなかその限られた時間になりますので、えー、どうぞそのご質問ご意見のある方はですね。えー まあ、ご遠慮なく、そのメールの方までで、えー、ご連絡いただければと思います。えー、それから、あの、本日使用いたしました資料、えー、こちらは、あの、ご希望の方もですね、えー、ぜひ、あの、私のメールアドレスまで、えー、ご連絡いただければと思います。あのー、まあ、 ご連絡いただいたからということで,です、ね、えー、なんかその無理なその営業活動をするというような、あのー、ことはあの恐れないでいただいて結構でございますので、えー、まあ単にあのご興味あるということをあのおっしゃっていただきましたら、またあのットを対応させていただきます、えー、いずれにしましてもこの資料、あの必要な方はあのご連絡いただければと思います。えー、次回クシアトークスにつきましては えー、内容とその日程が決まり次第、えー、また皆様にご連絡させていただきたいと思います。まあ,あのちょっと今回は第1回目ということでこのような内容になりましたけれども、あの弊社以外の方にも、えー、お願いして、えー、また興味深い内容で、えー、皆様にお伝えしたいと思います。えー、以上になります、えー。改めまして本日はどうもありがとうございました、えー。ではこれにて失礼いたします。ありがとうございました。